こんにちは、デコラジ担当かなめちゃんです。本日のメニューはですね、ずっとここ最近パーツ作りばっかりやってるんですけど、この間作ったゼリー、スケル君のゼリーがまだ全然つけずに、本当だったらこのぐらいまで、この緑がこのぐらいまで透けるはずなんですけど、まだちょっと透けずに、ちょっとそこが膨らんでる感じに、中の水分が弾けそうな感じになっております。こんな感じで、このゼリーもなんかこう意外と丸っこいゼリーでできると可愛いので、これもちょっと増やしたいなっていう気分なんですけど、同じ作業ばっかりやるとつまんないだろうから、くまちゃんもですね、スケルくんで作った樹脂粘土で作ったのと、スケルくんで作ったので同じ型でもこんなに大きさが、こんなに大きさがこんなに縮むんですよね。ね、ちょっとちっちゃいクマちゃんになっちゃう。クマさんももうちょっと作りたいは作りたいんですけど、今日はどうしようかな。このジェリービーンズも作りたいんですよ。これもこうなんかこうやって持ってるといっぱいあるように見えるんですが、この瓶に入れるとこんなに何カスカスそんなに少ないので、これも本当はいっぱいに、キャンディーの瓶と2つに分けて、これはゼリービーンズだけ入れようと思って、これも本当は、これは、樹脂粘土のやつで、今日は、この透明のっていうか、この、スケル君で作る、ジェリービーンズを作ろうかな。ちょっとスケル君があとちょっとなので、それを使い切ってしまおうかなと思って、もうそれでジェリービーンズを作ります。全然面白くない作業だと思います。このちょんちょん、薄くつけよう。本当に薄い色にしよう。ここでは色が見えないぐらいにしよう。ちょっとこれ、それでももうちょっと発色はね、見本はこんなぐらいのピンクになるといいなと思って。でもちょっと一緒に置いてると、あんまり色が見えないからつまんないかも。半分にして、この大きさで、でもだいぶ縮むんだよね。これでもこれでだいぶ縮むと、カメラの向きがおかしいですかね。こんな感じかな。並べる？虫みたいに並べる？色が見え、あんま見えないか分かんない。色分かるぐらいつけてみようか。赤だとちょっとつけても可愛いかな。すごい赤。これってさ、これでバラの花作ったらどうなるのかな。あんまピンとこないか。細工してもこんな高校のクマの細工とかもあんまり見えないもんね。一個作ってみようか。うまく、うまく剥がれるかな。うわぁ、なんか
だろう、ベタってしてる葉っぱがあんまり広げられない感じかな。広げたくてもスケルくんで、なんかそれで花びらの間に油が溜まりそうで、あんまりバラとか作るのには向かない感じだよ。ちょっと根元を切るハサミを取ってきます。下を切るハサミを、ハサミがないと。もう一枚つけるかな。よ、あんまりバラ向きじゃないよね。つけるこのバラって。ちょっとあんまり意外やブサイクな感じかな。これ赤になってもなんかちょっとダッサいバラになりそう。バラは諦めました。一個だけで。これうまくいったら、うまくこう乾いてくれていい感じになったら作ろうかな。その試しな感じがいい感じのバラになった。はあ、なんかこれがついてるの、どうしよう。これな、傷がついちゃった。どうしよう。ここに置いても。よいしょ。何色？水色？水色ないね、そう言われてみれば。水色のジェリービーンズがもうなくなってる。水色系がない。水色系となんか紫系もないので、紫も増やそうかな。ちょうど半分ぐらいの量になってくれた。楽しい。私はすごく楽しい。パーツ作り大好き。大きなもの作るのもね、デコるのも楽しいけど、こういう地味な地味な感じの作業も大好き。これあってのスイーツデコですもんね。ほら、かわいい。もうちょっと、ちょっとこれね、縮むってことを考えてた方がいいよね。全体的に痩せちゃう感じになっちゃうから、短い方が可愛いか。紫最近なんかすごく忙しい。忙しくてあっという間に7月じゃないですか。そしたらあっという間に夏休みになっちゃうじゃないですか。夏休み、お母さんたちにとって夏休みはちょっとペース乱されるよね。子供たちはね、嬉しいけど、宿題とかの配分が大変だよね。そう、いいね、紫。よし、
じゃあ次はここに、ここにちょっと出してる中であんまりない色を、これ全部残ってたやつの全部なんですよね、このジェリービーズ。だからやっぱ同じ色を使う、ね、あんまりこの白色とか黄色色とかってあんまり使わないで、やっぱりちょっとカラフルな色の、色がはっきりしたやつの方が使うってことね。何色にしようかな。じゃあちょっと青って感じのはどうですか。水色じゃなくて、緑って言ったっけさっき。じゃあこっちは緑にしよう。こっち緑、よいしょ。この間からこういう作業ばっかり、なんか変わり映えしない動画ですいません、自己満で、本当に自己満なんですよ。同じぐらいかな、もうちょっとかな、同じぐらいかな。これもうちょっと樹脂粘土でも作りたいな。今日できるかな、ローチシンプル。そんな何もかもできるわけないね、時間ないもんね。時間がいくらでもあると思うなよ。同じ粘土ばっか触ってると飽きちゃうんだもん。だって同じ作業でも粘土を変えるだけでちょっと違う気分になれる。今日はあんまり黄色とかしないで、ピンクとか赤とか、もうちょっと赤作ろうかな。じゃあ赤とかカラフルな感じのジェリービーンズにしようかな。ゴミが入ってると、ここにゴミが入ってる。痩せて、縮んで痩せてもいいように、ちょっと短い感じにしよう。ちょっと最初カプセルな感じにしといて、それでちょっと曲げる。お腹の中心部分をカーブさせてあげるぐらい。そしたらちょっとコロンとした、何しようかな、何色にする。オレンジが残ってるんだよね。紫系の、赤紫系の感じに、赤紫と同時に2種類作りたい。ちょっとよいしょ、ちょっとね、赤紫、さっきの紫と違う、ちょっと微妙に違う。ちょっと足しとく。そしてどうしようか、薄くつけよう。あんまり変わんなかったりして、グラデーションな感じの、薄く赤から徐々に薄くなっていく感じ。これもバラ、どうだろうな、バラバラな感じの色だよね。バラもう一個作ってみようか。でも油が、ほんとこれ油がギチョギチョになっちゃうから、油ギチョギチョになっちゃうから、その油を拭き取ったりする作業ができないよね、きっと。この花びら一枚一枚油でテカりそうじゃない。どうだろう、自分のだからいいか。
透明度は出るからちょっと花びら分厚くてもいいって感じじゃない、ね、この色のジェリービーンズも作りたい、ね、どうでしょう、初めてかも、スケル君でバラ作るの。私樹脂粘土ではあるけど、ちょっと傷つけちゃった、あんまり上の方を切ろうとしちゃった、ちょっとうまいことバランスが悪い、ちょっとこれに粘土を足して1個ジェリービーンズ作る。ちょっとバランスが悪いな、でもなんか触れないな、ちょっと引っ越そうかな、そのバラから、あ、ついてくる、バラから離して、ピンボケてます、なんかもう、あー、こんな感じか。でもこれがやっぱほらピンボケちゃうんだ、ごめんね。何個ぐらいできるかな、この瓶よりもうちょっとちっちゃい瓶買ってこないと、これ満タンにしようと思ったら相当の量のパーツを作らないといっぱいならないの。キャンディーのやつ取りに行くのが面倒だな。キャンディーのやつがやっといっぱいになったかなって感じ。あと瓶これ増えたらお見せしたいけど、ピンクと青と水色と、青と水色って一緒よ、天気が悪いとなんかテンション上がりません。さあどうですか、ね、レジンの作品はさ、レジン極めてる人はさ、すごいでしょう。なんかあれって、レジンは見る方が好きかな。自分がなかなか自分が思うようにできないから、レジンとかを見るのが好き。レジンとかミニチュアフードとかは見るのが好き。本とかでも、チョビコさんの動画とかでも本当に見るのが好き。すごいよね。なんか2ミリ単位の貝割れとか見るのもすごいと思っちゃう。何色つけよう。ちょっと肌色っぽいピンク。オレンジっぽいんだけど、ちょっとオレンジじゃない、何色、あと緑、こんななんかちょっと渋い緑、もうちょっと赤作りたいかな、ちょっと紫の後赤作ろうかな、紫の後に赤作る、ちょっとじゃあこれをアイスクリームももうちょっと作りたいし、作りたいものは本当にクマさんもうちょっと作りたいし、アイスクリームでしょ、ここもちょっとプリンとかもちょっともうちょっと作りたいなと思ってない、パーツね、本当にちっちゃなパーツを作りたいかなとか、全然面白くないと思う、自分が作りたいものと人が見たいものは違うんじゃないかなこんなのばっかり見せられても、また多分この
スケルくんのが終わったらスケルくんのが終わったらまた多分に樹脂粘土のやつを作りたくなるかも。どうしよう、もうちょっと作りたいんだけど、黄緑と同じ色ばっかりしかない。ちょっとこんな感じ。ピンボケてるんですか。違うよ、カメちゃん。いいんじゃないですか。あともうちょっと、これがちょっとオレンジっぽいやつ、なんかボタンがついちゃった、気になる。ちょっとボタンがついてて、なんかこう爪の跡とかついたら気になる。練り直したいんだけど、じゃあこうやってテケテケしようか。はい、縮めながら、おい、よし、なんかもうなんか線入ってるよ。よし、あとちょっと、あとの粘土がこのぐらいなんだけど作ってもいいですか。何をですか。このゼリーでもいいんだけど、ゼリーだったらあっという間に何個かできると思うんだけど、ゼリー作るかな。この色がすごく可愛かったから、ちょっとこの色で薄いピンクな感じでゼリー作る。ゼリーもやっぱり可愛い、もうなんか色がついてる方が可愛い、透明感がある、けど色がちゃんとついてるっていう、可愛いだろ。よし何回目のゼリーだよ、何回やっても飽きません。さあ出てきて、遅れてないかい。どこに置く。時間差をつけて乾かしてるという意味ではここに並べない方がいいでしょ。こっちに置いてた方がいいでしょ。あのに爪が当たりそうで、こっちに、そこにゼリーを並べたいからこっちに引っ越した。ゼリーだったらほらあと何個かで割るよ。なんかね、赤紫な感じが可愛いな。赤紫の薄いやつ、ここにね、ない、あ、見えないね、ここにない色をもうちょっと足したいなと思って、やっぱそこに置く。ここちょっと、じゃあクモさんたちを受けてもらう。同じ作業ばっかりしてる、全然飽きない、飽きません、大好き。あ、ちょっと待って、よいしょ。あと何かな、この薄い黄緑も可愛いんだよね。それ薄い感じが、ちょっと私が伸ばしすぎた。よいしょ、黄緑のその感じが上品な感じが、なので黄緑をなんかちょっとマスカットゼリーな感じの黄緑が
本当にもうスケル君がテケテケについちゃって、この先に固まっててつかなくなってきました。なんだこのぐらいでいいかな。薄いマスカットゼリーな感じで、さあどうでしょうね。コメント欄ね閉じてるのよ。だって開けてるからいろいろ言われるんでしょと。いろいろ言ってくるんでしょと。これで残りのこれで、あと1個とこのチリービーンズ分、何色にしようかな。薄ピンク、薄水色。じゃあちょっとなんか本当に水色の薄い水色、このぐらい、このぐらい。こっちも水色、こっちも水色でしょ。ジェリービーンズなんかここにエンドついてる。ちょっとこれ置いとこう。これちょっとこっちを先にしよう。どうしよう。またなんかね、週末とかに多いんですよ、そういうの。週末っていうか休みの日とかにさ、暇な人が書いていくんですよ。普段着てないちょっと見の人がいろいろ書いていくんですよ。よいしょ、全部見てから言ってと思うよ。ちょっとしか見てないよ。言われたくないなと。そうとか言ってるとまた低評価がつくんですよ。そういうこと言うから低評価がつくってないですかとか言われるんです。うるせえと。あとね、ツイッター始めた。ネガのつぶやきをしてる私。ネガティブな、ネガティブなつぶやき。そんなにつぶやくこともないんだけど、あんまり特定されるようなつぶやきもしないんだけど、どこの誰だよお前みたいな。あと吉田山田のちょっとプチ追っかけな感じで、今日はどこにいるのかしらっていうのを知りたくてツイッターを始めたという。それを見たくて。さあどうでしょう。これでおしまい。はい、今日のデコラジ、このスケル君のスケル君のジェリービーンズを作りました。それからバラの花もスケル君で、ピントが、亀さん最後ぐらい合わせてください。違う、うん、OK。 このバラの花もスケル君で作ってみたんだけど、どんな風に変化していくかが見ものでございます。あとはあと作り、あとちょっとこのここもちょっと増やしました。ちょっと数が何個になったのかな、これで。これも追いつくように乾燥させていきたいなと思って。ちょっとそれで前に作ったやつはまだ全然透けておりませんが、なんかちょっと半氷が半分溶けかけたみたいな、ゼリーをちょっと凍らして解凍してる途中みたいな感じのできております。ではじゃあ良い週末をお
過ごしください。バイバイ。